はい、平城紀行陸奥花巻寮に来ています。ここの絵図はですね、城下町の部分まで入っててかなり見応えあるんですけど、この絵図はどこにあるんでしょうね。教育委員会さんに聞かないとわかんないですけど、本丸の方にある御門の入り口にある図とは全然違う、もっと詳細な図なんですよね。昔の図面を写したものでしょうかね。ちょっと気になりますけども、まあ花巻城は比較的新しい城でですね、もともと1000年ぐらいですか、その安倍氏が作った居城があったみたいですけど、まあその時は、お城というか砦とか柵とかなんかそのぐらいだったと思うんですけど、それから500年ぐらい経ってからここにいた在地の豪族たちが入るようになって、非縁起氏とかですよね、あともう少し南の方ですが、和賀軍は和賀氏とか、そういう人たちがですね入ってたようですけど、で、南部氏との戦いの中でですね、南部家が花巻とつけたそうなんで、花巻城の歴史となると、南部家以降っていうことになりますよね。最初はちょっと落ち着かなかったみたいですけど、重臣の北信親公が入ったらしいんで、8000石ですか、すごいですよね。所領の大きさもそうですけども、重臣といってもこのお城の、城主というか、ここに詰めていたわけではなくて、城代とか、代理の人を置いてですね統治したと思われますけども、で、北信親といったらね、もう重臣中の重臣ですから、盛岡とか本国の方いるわけですよ。特に信親公の後を継いだら年直子が、信親公が引退してもね、辞めないでくれって言って、そのぐらい信用してたわけですから、自分の手元から手放すわけないんですよ。父がいなくなったとはもうご意見番というか、何はともかく、信親公にいろいろ聞いてたんじゃないですかね。それで年直子ももちろん優秀な武将大名ですけど、それで盛岡城の完成、城下町の整備というのもしてたわけですよ。それに領地のこともですね、今日遠野に行ってきたんですけど、遠野についても、八戸南部市の、人たちを入れて、1万2000石だから、領土の中もですね、その南部領広いですから、いろいろ考えてたんでしょうね。そういった意見を求めるのに、北信親公、この花巻城にいたんでは話できませんから、地元にいたんだと、盛岡、後盛岡ですけど、当主のそばに常に控えていたと思いますよね。はい、これから少し時間遅いんですけど、花巻城をちょっと見てみたいと思います。ここから見る花巻城も結構好きなんですけどね、堀、今は今風に直しちゃってますけど、後ろがね大きなショッピングセンターになってるんで、ちょっと周り騒がしいですけど、堀もね残ってる、今の絵図に載ってた川ですよね、一斉水も流れてますし、河川整備されてますけども、これを天然の堀と、石垣は当時のものじゃないですけども、で今見えてるのは復元してですね、西御門と呼ばれている門で、このお城の今の現在の象徴の建物ということになります。この上がですね、小学校一帯含めて広大なお城になってますので、ちょっと全体を見るとなるともう半日がかりでしょうね、細かいところまで。ちょっと私もお城マニアではないといってもある程度は見てますので、はい、じゃあこれからちょっと見たいと思います。花巻城入り口のところでした。